はい、タコと杉浦太陽です。さあ、後ろに何かいますけども、今回はエプロンをつけてるので太陽スタジオでクッキングです。そろ、早くしとくパパの後ろでずっとこないてるけど、はい、自己紹介してください。どうもでーす。お疲れ様でーす。さあ、そっちゃんの大好きな今回はクッキング、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 新しいギャグ、ノリだ、ノリだ。そう、ノリノリ。OK。というわけで、ソラが今回、いろんな料理を今までね、いろんな、そんな作ってないか。ソラがね、いろんな料理にチャレンジしてるんですけども、今回はもう誰もが作れるカレーですね。はい。ソラもカレーはね、大好きだもんね。なんでメガネ取るの？メガネ取ると思ってグズって思った。そうか。カレーは作ったことあるよな。はい。え、嘘？一人やらない。今回パパはね、応援します。一人で。そっちゃん、カレーを作りましょう。パパ、やり方教えてくれないの？やり方教えるよ。うん、だから、あくまでパパは危ないな。ちょっと心配になってきました、声は。真面目に指を切らないように、はい、しっかりとやっていきたいと。ふざけないでください、料理は。あくまで美味しく料理を作るためにしっかりとカレーを作っていきたいと思いますので、いきますよ、じゃあスタートいくよ。はい、はい、てってれーん、よーい、スタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。はい、というわけで料理していきましょう。俺結構会話してるとツッコミタイプの人間やなと思ってたんですけど、空に対してツッコまれへんっていう不思議な現象。やれる？やれる。手洗った。パパも手洗ったか。帰ってきたら手洗ってないんだよね。じゃあまず玉ねぎから切ろうかな。はい、もう半分切っといたから。みんな痛いやつ、みじん切り。いや、スライスでいいよ。スライス縦にこう切れば。メガネしようと意外と大丈夫かな。ふざけんなよ。切ってる。はい、玉ねぎ切ってください。薄っ。こうやった方が切れるんだよ、その指を。目が多いんだって。気をつけて、ゆっくりね。ちょっと待って。で、ボウルに入れましょう。パパ、お手伝い。家でもお手伝いで結構、カレーも、この前、昨日のことで言ってなかったっけ？うん、言ってた。ソラが作りましたって言ってなかったっけ？やりたいみたいなこと言ってた。やりたい？やりたいです。分厚くてもいいやり方はパパもあるんで、お子さん切ると結構厚めになったりとかもするんで、そういう時に2ついく？2ついっちゃう。できる、できる。落とすでしょ。落とす、落とす、落とす。よし、学んでますね。半分に切っておかなくても。いいよ、いいよ。ちょっと目が痛くなってきた。パパも目がやられてきた。そう、焦るな。 OK。 見ろあ、よく切りました。目やろ。これも洗い流そう。よし、完全復活じゃないけど復活です。ちょっと待ってよ。さあ、ちょっと待って。うん、ちょっと待って。玉ねぎがね、ちょっと分厚めなんですよ。はい、だからラップして、ちょっとバターその隙に燃えちゃうっていうね。ピーラーも慣れたもんですね。この跡が残っちゃうもんってどうすればいい？あ、いいですね、食べれる。玉ねぎが分厚いとさ、火が通るの大変じゃん。うん、だからバターを入れてレンジでチンします。はい、そうすると火の通りが早くなる。入ってる。鳥が入ってる。あとそこ切ればいいかな。トマミに切ってくれますね。オッケー。もういいよ。ちょっと待って。なくてない。いいよ、いいよ、いいよ。玉ねぎ、人参皮食えるか。人参は。人参は。先端ちょっと何切りですか？いちょう切り？いちょう切り知ってんの？半分に切って。でも大きいから一回半分に切って。
縦に半分に切るのがいちょう切りでしょ。これマジ怖い。グジョ。分厚い分厚い分厚い。ちょっとまあまあまあこれもチンしようか。ちょっと中薄く切る。ご飯も食べる。今回作ったら家に持って帰ってみんなで食べたいと思います。な6人分じゃん。そう。5人分って言ってなかった。いやパパはそんなに食べない。薄いね。えいいチンするかと。はい、オッケー。もういいよ。これニンニクがおるぞ。そのニンニクあとで使うから。これニンニク逃れようとしたら無駄やもん。ほっ。よし。これ4分の1カット。もう一回、もう一回いきます。半月切り？これ半月。それが半月か。半月切りは誰に聞いたの？家庭科の。家庭科。家庭科で習ったの？ノートの裏、教科書の裏にある。書いてあった。で、ゆっくりね。あそこの指気をつけて。家庭科で作れるのもう楽勝でしょ。楽勝。次何作るの？まだわかんない。細くなってパパに任せる。手を出さないって言っちゃったのね。細くなったから。危ないところはね。基本危なっかしいんだよ。一度歯が入ったら、スーす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 ーこれですんすん切り。はい、5分経ちました。計算されたかのようにちょうどぴったりです。でもただね、5分の火が通りません。はい、じゃあちょっと混ぜます。はい、ひっくり返してもう5分いくんで、この5分の間に人参入れちゃいます。ちょ、これ。うまいから、大丈夫。人参はまだ食感が残ってるぐらいがいいので。5分でぴったり。そういうことですね。ぴったりちょうどいい。ちょっとこれ、ちっちゃめのサランナップよ。あ、じゃあ5分、入れてみて。ぴったりちょうどいい。熱いな。上持ってくる。その間に肉を炒めましょう。はい、開けますかじゃあ。え、開けますか。開けましておめでとうございます。ちゃんと開けてください。開けましたおめでとうしたのに、生肉できるだけ触りたくないんで。そうですね。ちょっとちょっと、はい、油入れてください。開けおめ。チキンカレーです。カレー、チキンカレー、このチキンを唐揚げしたい。火力が強くなるね。油を満遍なく、満遍なく焼き目つけたいから、平べったく広げといて、焼き目をつける間にすりおろしてください。ニンニク、チューブでもいいんだけど、生のうまいから指すらないで。で、俺すりおろしの達人、すりおろしのプロだから大丈夫。本当？うん。手によって手によって。ユーチューバーだもしないよ。いい焼き目。ほら。うん。生姜もあいい感じいい感じ。生姜も滑る。お願い。生姜も取ってください。自分で作ると言ってたので。冷たい。頑張れ。ニンニクどこやったの？ニンニクでも取ったよ。オッケー。よし。冷たい冷たい。いい感じに油出てきた。やりたいですね。やる必要ない、いらんから。あんの、いいの、いいの。じゃあ、囲ってない、はい、塩かけて。あ、いいよ、いいよ。オッケー、ちょっとこそ。もうちょい。さあ、ここに作ってもらったニンニクと生姜入れます。しょうがない、しょうがない、しょうがないけど、しょうがない。なったで、なったで。いいじゃない、いいタイミングだよ。順調、順調。やることが終わったら、やること、やることが、増える。お、生姜とニンニクのいい香りすぎだ。おいしい香りだよ、そら。俺なのにさ、一個もこぼしてないって言ってて。そらはこぼし癖があるからな。ここで箸をやめて、切れないでしょ。
するとやりやすくなるから。こっちの方がやるんだよ。ニンニクと生姜を、まだまだこの赤身を切る。ちょっと一旦ね、置いておきますか。今ねちょっと弱火にしたの。ちょっと俺もう一回ちょっと強くして中火にして、あ、いい感じだね。よし、入れます。おい、多いな。よし、肉汁めっちゃいい。あえて今回ジャガイモ入れてないです。あれ、鍋はもうちょっとこれで炒めようか。フライパンじゃん、血やりにくいね。ちょっとフライパンだったら文句が多いな。でもこのままいける気がするな。無理。なんかゆっくり混ぜないから、ガサガサ混ぜないで、そーっと混ぜてたらいいから。もう火通ってるから。はい、そうだ。ん、またまたです。次は何の野菜や。野菜ではありません。野菜だよ。リンゴは、リンゴは果物だ。え、そうだっけ。ああ、これを4分の1ぐらいすって、皮、栄養あるからね、皮ごといきます。余ったらそう、リンゴのコクとね、甘みを半分ぐらい入れちゃってもいいんじゃないですか。トマトも入れちゃう。トマトのカレーはちょっとな、聞いたことないな。ありがとう、オッケー。これニンニクついてるから、ニンニク洗ったし、入れてください。しめじめ一緒に入れるね。やば、汁うまいよ、この汁は。はい、そうだ先生、カスも全部入れてください。入れちゃって、カスを強めてゆっくり混ぜて、ゆっくり全体にリンゴの汁がいくように。火強めにして、中ぐらい、中、もう混ぜなくてもいいかも。めっちゃ肉汁出た。これ野菜の旨味だよ、野菜の汁。あとリンゴの汁も、リンゴの汁も入れて。早く鍋に入れ替えようよ。洗い物増えるじゃん、このままいこう。マジかよ。マジで、空も一人暮らしすればわかる。水入れてください。なんだこれ、あったかいお湯なの。水で、さっきもそうだ。さっきもそうだ。通りだというわけだ。もういいです。もういいです。もうちょい、もうちょい、もうちょい。全部入れちゃえ。全部入れちゃえ。入れたここで。ひたひたな感じがね。ここでちょっと置いてから、はい、カレーの素を入れる。そう。で、あと、アクを取る。アクを取る。アクはまだです。もうないっしょな、もう。あとは、カレーのルー入れるけど。これね、洗い物をするっていう。入れちゃう？あれだっていいよ。あれ、なんか形がバラバラですな。バラバラですか？めっちゃバラバラ。チョコレートはいかがですか？チョコレート。チョコレートいかがですか？でこれ何が簡単かというと、電子レンジで結構火を入れてるから、煮込むときに煮込み時間が短縮するのね。だからもうキノコも火が通れば食えるし、チョコみたいな、人参も火が通ってるし、肉も火を通したし、今からチョコレートを出します。いきます。いや、カレーやないかーい。ほら、はい、お前らに洗い物もやってくれたらめっちゃ嬉しかった。喉が痛いから食べて。ダメか。いや、いいよ、牛乳は落ちないで。アイスもやめない。やめてるよ。気分転換にたまに来るけど。この前久しぶりに来たから。よし。お、父ちゃん。アクはまだか。アクはほとんどもう出てません。知り合いのシェフが言ったわ。アクはアクじゃない。食べたら善かもしれない。だから、アクはすべて取れないっちゅうもんじゃないって言った。ちょっと取ればいいっちゅうもんね。まあ、そんな出てないから、入れちゃえ。入れちゃえ。本当はね、刻んだらめっちゃ溶きやすいのよ。刻む？いいよ。刻む？まあ、二つずつかな。太いね。太いね。パパ、自分一人でいけるって。一人でいけるってちょっと。硬いんだ。いける。早く作りたいときはもう刻む。仕事から帰ってきて、やべえ今日時間ね、カレー作りたいけど時間かかるって時はね、大切りにして炒めて、その間床のものやればいいんだよ。そう、行きます。いけるから、自分でやってみたいの。ちょっと硬い。大丈夫大丈夫、切れてるから大丈夫。やらか、これ、この後のまな板洗うのちょっと見えるけど、入れてみよう。入れまーす。はい、洗います。
こう見るとチョコじゃないや。分かったのはバーモントカレー。はい。ちょっと色ついたやんけ。何が？ちょっと色がつくから皆さんはちょっと工夫してください。ちょっとカレーの色がつきます。あのサランラップとか引いたらいいですね。ラップだとアルミホイルとか、うん、こっち系がいいかな。ゴミは捨ててくれますか？溶けるの早いよ。早いでしょ。ここに牛乳とこっちです。空っぽやん。隠し味入れようや。牛乳入れるとまあ美味しいよ。コクが出る、うん、コクが出るな。あるよちゃんと牛乳。牛乳入れる？入れない。隠し味はでんオイスターソースでちょっとコクを増しましょう。みんなの家の隠し味教えてね。もういいもう隠し味やから主役になっちゃダメだから。主役はカレーのルーだから。実際カレーのルーを使わずにカレーも作りたいんだけどね。どっち？ん？スパイスで大事なのは味見ね。味見してください。熱いか？知ってる。匂いめっちゃいい。一人で作ったカレーです。一人じゃないけどね。ほぼとんど一人です。うまい。うん、完成。うん、トラがいいと思ったら完成だよ。もうちょっとなんか味濃くしたい。薄い？もうちょっと濃くしたら美味しいなって感じ。あ、なるほどね。これが足りないだよね。うん、一つ二つ刻まないと意味ないから。刻まなくていいよ。え、大丈夫。本当？さっきは黄色くなったからね。はい、3かけら入れたから。だいぶ濃い。とりあえず完成です。はい、完成でございます。そっちゃんが作ったキッズでもできる簡単カレーでございました。はい、ちょっと後でね試食もちゃんとしたいと思いますけども、もうちょっと煮込んで、あとはソロどうやった？野菜切って、野菜入れて、ちょっと太いやつは薄かったら水とか入れたり、あと隠し味を入れる。結構手間暇かかったでしょ、うん、ママが今日疲れたからカレーにしようって言ってもさ、カレーもこんだけ大変なの、うん、カレーの日でもありがとうって言って食べるんだよ、うん、今日カレーだけかよとか言っちゃダメだよ、うん、知ってるよ。だから日々のご飯に感謝しながら作るとね、大変さも分かるので、カレーも持って帰って今日はいただきましょう。まあさすがに溶けたんだろ。ちょっと待って、ついていくのを剥がしながら、いくととろみがついてきて、あ、美味しそうな。とろみ、ちょっと味見しよう。じゃあちょっと早間のパパがいいっていう感じで、あとは盛り付け食べます。うまっ。ちょうどいい。うん、オッケー。また牛乳飲む？牛乳は別腹だから大丈夫。その理論わからない。アイスは別腹と一緒。向こうに持っていこう。カレーと牛乳です。盛り付け。おいおい、かけごっこ。よし、産んだかな。産んでたわ。レンジでチンでできるゆで卵。鳥が入ってんぞ。卵焼きにしようかな。あれ、なんかちょっと固まるか。これゆで卵だった。生卵じゃねえ。何のショートコント？もう中学生タイプや。一人で全部完結させる方は。じゃん。うい。めちゃくちゃ美味しそうだね。はい、できました。さっちゃんが作ったカレーです。じゃあいただきましょう。次も遊びも家族も子供も。子供タタタタチャンネル。ではいただきましょう。いただきます、はい、さあ、おちゃん、独創的な盛り付けになってますか？まずは食べてみて。卵と玉ねぎとカレーを自由に食べてください。うまい。うまっ。しっかり煮込まれてますか？はい。トラが95% 一人で作った。 90% 一人で作った。なんで5パー減らした？え、幅に煮込んだじゃん。ほとんど空でしたよね。
頑張ったと思います。うん、そらのカレー美味しいよ。カレーといい感じに火が通って、これチキンカレーいいね。鶏のお出汁が出て、電子レンジにするとやっぱこうあっという間に火が通るからめっちゃ楽。そらうまいわ。ほんと？うん、そらにサラダチキンを教えようと思ってさ、うん、忘れてたそれ。でもカレーってみんなが通る道だから覚えておいて損はないか。書いてあるから忘れない宿題にカレーの作り方この前書いてた。で将来そらが一人暮らしになっても、うん、カレーが作れるじゃん、うん、もうちょっと頑張ればジャガイモ入れてもいいし豚肉に変えてもいいし。入れないけど、まあ、美味しいわ。バッキリバッキリ。今回も本当ももの塊買えばいいんだけど切ってあるもの売ってあるからね、これ切ってないでしょ。また切んのかと思ってた。なるべく簡単にできるとこは簡単にして。やべ、人参でかすぎる。人参の大きさを決めたのはトラです。まあでもちゃんといちょう切りと半月切りしてたからな。なんであれ分けたの？ほっ、はい、半月切り。これ半月、それが半月か。何がいちょう切りと半月。人参ってこうなってる。こっちの部分は半月で、こっちをいちょう切りにしたら、うん、同じ大きさ。計算しながら切る。まあいいや、お前が聞いて。うん、もはやこれ晩ご飯。これが甘酒の晩ご飯。イエーイ。これでちょっとママも楽できる。何かしらまだ家帰ったらあるかもしれない。そっちゃんコメント読むんでしっかりと、コメントしてあげてください。はい、というわけで今回は、そっちゃんが一人でカレーを作ったという動画ですけども、 90% 90% 作ったということで、出来栄えはいかがでしたか？よかった。自分で点数つけるなら何点ですか？100点。おお、100点じゃなくて90点。だから全部自分で作ったら100点やったかな。うん、だから 90% 自分で作ってから多分90点やったこんな感じでね、まあ、そっちゃんの料理の腕が上がっていけばいいなと思っております。少しずつね、小学校からやっていくと全然やっぱこう違うし、やっぱ自信にもつながっていくと思うんで、ね、だんだんスキルを上げていこう。うん、はい、というわけでそっちゃんの一人で作ったカレーは本人評価90点でございました。いや、でも素晴らしいと思います。はい、今後の目標ある？なんか作ってみたいな。難しいやつ。マジで言うて俺のレベルで難しいやつ。ソラレベルで難しかった。トラの好きなパスタとかカレーの方が簡単だね。でも難しいの俺って探してるでしょ。ラーメンを作ってみるとか、生地こねて麺から、麺からスープも、麺を、いやスープは買うけど麺を一から作るラーメン。スープは買ってくるのに麺だけ作るパターン。スープ作ると数時間、10時間ぐらいかかるじゃん。もっとかかるね。麺はいい。麺は作る。麺はこねて、足踏んで踏んで踏んで踏みまくって3時間踏んで、踏み終わったら切る。これうどんじゃんえ、ラーメンと違うっけ？え、うどんがやっぱみんなで足踏んで作るじゃん。ラーメンは、ラーメンも踏むんか分からんけど、ラーメンの麺作る人はあんまおらんと思う。機械でみんな作る。ウェーン。いや、話が終わらんので次は、何かしらのソラリクエスト。ラーメンむずいって。ラーメンでラーメンでラーメンで、はい、じゃあ何かできることを。食も遊びもラーメン食べたい。たたたたたたじゃねー。はい、というわけでまた次回も楽しみに。楽しみに。動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。イエイ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 。ではまたソラのクッキングをまた見てください。それではまたお会いしましょう。バイ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